川口オートレース場は、埼玉県川口市青木に所在する、オートレース場。土地、施設所有及び施行者は、川口市。売り上げ、入場者数ともに、全国5場のオートレース場中1位を誇り、オートのメッカと言われている。元、スマップの森勝幸選手、モートジッピー 125cc クラス元世界チャンピオン、青木治親選手。 44年ぶりの女子レーサー佐藤、真や選手などが活躍している。敷地の有効活用で、バンク内に交通児童公園があり、レース非開催時は、近隣小学校、幼稚園の交通指導に利用されている。また、1978年より毎年8月に開催される、川口市主催の、たたら祭りのメイン会場として2018年まで、使用されていたが、 耐震不足による一部施設の閉鎖に伴い、2019年より、同市のスキップシティに変更された。CS ゲーブルテレビインターネット配信、テレビ埼玉でレースを中継しており、司会、実況は、道前秀夫、吉原館が担当している。また、道前、吉原が、 スケジュールの都合等で出演できない際は代理として、文化放送の高橋進氏や同前、吉原と同じ事務所に所属している、金山翔が担当することがある。過去に、広瀬良樹、祖父直人と、山形美帽、小林修行、北島京、足立光弘、二宮純一、野村達也、松島茂も、実況を担当していた。アシスタントは、堀井奈々江。 かつては、甲斐由里、田中陽衣、別府綾、長原玲子、日向里夫、戸矢部咲子、佐々木舞がアシスタントを務めていた。ロッカーリポートは、岩切かなえ。解説は、板橋忍。ぶっちぎりの青春から作詞、まさお作曲、平尾正明、編曲、飛沢広島と、歌、佐々木勲。 バックコーラスで、広瀬時雄、安倍光雄、荒井光る、清水美なりの各選手が参加。CD は、場内グッズ売店で販売されている。場内では、選手紹介時にカラオケバージョンで流れる。また以前は4レース9レース発売開始後のそれぞれ、思想タイム発表後に、歌入りで流れていた。CS 放送では以前、優勝戦終了後に優勝選手が行う。 ウィニングランの BGM として、カラオケバージョンが流れていた。2017年2月22日、ぶっちぎりの青春のリメイク版、ぶっちぎりの青春ナウが発売された。佐々木紗尾が歌唱するオリジナル音源に、永井大輔、若井智和、佐藤真也、片野里沙の4名がコーラスとして参加している。2005年11月6日の SG 第37回日本選手権。 オートレース優勝戦で、楽徒作曲による、ファンファーレ、サンクチュアリー幻想の彼方に、マイナスが導入された。後に船橋オートレース場で開催された、SG 第25回オールスターオートレース優勝戦や、川口で開催された、GI 第30回キューポラハイ争奪戦、浜松オートレース場で2006年11月5日に行われた。 SG 第38回日本選手権オートレースの優勝戦 SG 第13回オートレースグランプリ優勝戦でも使用 CS 放送でも右下にテロップが表示されるなどファンに認知されつつある川口で開催される SG 競争の優勝戦では必ず流れる開催期間中の 全レースの実況を同前、吉原のどちらかが担当するが、稀に開催期間中、前半、同前後半、吉原、または、前半、吉原、後半、同前という変則的な場合もある。また、SG 開催期間中、司会と実況を分業し、司会、同前、実況、吉原、司会、吉原、実況、 同然を日替わりで交代しながら行う場合もある。吉原は土曜日にグリーンチャンネルの中央競馬中継午後の中継キャスターを担当していることから、その際は同然などが代理で担当している。2018年9月10日、オートレース初実況2017年11月16日から2018年1月2020年4月より2020年1月5日をもって、 CS 放送アシスタントを卒業2021年6月28日から30日2020年10月より2020年1月6日から4月20日の間、建物の一部解体工事及び安全対策工事が実施された。7社 8R 製、車検販売はインターネット投票のみ、発送予定時刻 1R18 時52分頃から、 最終 8R21 時50分頃。開催日は、2020年10月から2021年2月末までの4日間、5開催、計20日間。2020年1月6日から4月20日の間、2号館の一部解体工事、及び2号館、5号館の安全対策工事を実施。その期間本場開催が行われないため、 実際の活動は2020年1月までだった。ありがとうございます。